恐ろしいサーモン。恐ろしいサーモン。これや。はい。8月の7日。ちょっとな、8月の7日に処理したやつなんです、はい、うん、8月の7日、今日が16日目だから23やだって16日目、うん、あのサーモンってみんなや、はい、美味しい美味しいって食べてるやんか、はいはい、あれってみんな知らんけど、例えばまあノルウェーから、うん、まあ日本に着くまで4日かかるって言われている、はい、な、はい、でそこからまあ例えば東京台何々について、まあ、例えば振り分けられてこっちに入るんで大体7日から10日後らしいの、はいはいはい、寝ちゃ寝ちゃやん、寝ちゃ寝ちゃやん、ね、でもそれが美味しいって言うやんか、はいはいはい、でもカンパチとかって考えてみ、コリコリじゃないと美味しくないって言うやんか、うんうん、でもサーモンは寝ちゃ寝ちゃで美味しいって言ってるやんか、はい、矛盾してるやん、矛盾してます、ね、サーモンの新しいやつ食べたら多分みんな美味しくない、コリコリのサーモンはそう、コリコリのサーモンは美味しくない、そんだけコリコリのサーモンってあの馴染みがないから、だから結局馴染みで食べてるのに食べたら、うん、サーモンはめったりがない、違うやろと思うけど、結局だからサーモンって旨味で食べてるのよ、はいはいはい、美味しい美味しいと思う、全く匂えないけど、匂ってみて、匂ってみて、いいよ、やろう、全く匂えない、岩仲間さんすごいな、でも岩仲間さんやっぱ10日超えたぐらいだから美味しいって言うもんね、だから今日ちょっとこれを、あ、鱗もほとんどないような感じだけど、鱗を取っているということは取ってないよ、あ、取ってない、取ってない、取ってない、あるよ、あ、片側だけ取るんですね、うん、これだと食べるということですね、うん、よし一見、よっしゃ、こう、こういう感じでいこうか、こういう感じで、これ食べてみよう、はい、はい、まあ、はい、いくよ、はい、難しいのよ、言いますよね、一番、うん、サーモンって何、あの甲骨が入ってないからや、はいはいはい、だからなんかもう噛んでいってるような感じやもんね、切れる包丁じゃないと難しい、もうここから一気にいってしまって中骨になってる感じ、これは失敗したの、向こう行ってしまうからや、下の方に、これ怖いですね、うん、何回失敗する、こんな感じ、見て、これが16日目、へえ。全然まだない、全然きれい、だけ見たら本当わからんですね、やろう、音が短い、なればこれも抜きやすいけどね、こうやってね、まああの生きてやったからこれ抜けへんからな、2日目3日目とかやったら、時間かけばってことですね、使おうさん、いいですかね、うん、
次塚さんでしょ。割ると、おもしめびし。まあ、割れる。切ってくれてもいいし。めびし、切ろうかしたら。どうでもいい。薄切りがいい？薄切りでもいい。薄切りがいいかね。うん。で、16日目。これが。うん。厚めに。たっぷり。うん、美味しそうね、うん、16日目にしては全然いいです。なるほど、全然。そっちのコメントなんだ。ちょっと使ってかな。14円で。なら今日も金な醤油セット。はい。実はね、甘い醤油が合うのね。あ、甘い醤油が合うの、うん、ねえ、ちょこっとポン酢で油が多いから今ポン酢でちょっと食べたいんだけど、ポン酢このぐらい。ポン酢見えんなで、醤油を3分の、これが1としたら醤油は3分の2ぐらいかな。3分の2ぐらいと、だしを入れたい。だしもちょこっと。だしも。で、食べてみよう。はい。16日目。いや、うまそうなんか。うん。なんかまだや、歯ごたえある。あー、これ。風味めっちゃあるわ。うまい。本当ですか。うん。後で来るわ。ん、まだ歯ごたえがちっと。やろう。うん、うまい。わかるこの風味。風味すごいですね。噛んだ後からめっちゃ出てくるやんか。うん、うん。臭みゼロやな。臭みゼロやし、あの、ノルウェー独特なあの、しつこい感じがないっすね。うん、全然しつこくない。うまっ、ポン酢合うね。もう一回。いや、めっちゃいい。油の感じもなんか、あ、うまっ。ギトギトしてなくて、これうまいな。でもや、お客さんに言うときにはどれぐらい寝かしたらいいですかって言われて、うんうんうん、やっぱ怖いから、その環境が分かれへんや、うん、だから俺も5、6日って言うけど、うんうん、まああの、ちゃんと処理できる人って10日ぐらい寝かしていいよな。全然いいっすね。今回のはわざと伸ばしたけど、うんうん、日券で1本もらってたからな。はい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 。20日ぐらいまで行こうかなと思ったけど、ちょっと怖かったね。でもこうやって行けたな。いや、これ結構驚きというか、だからお客さんに勧めるとき言えますよね、うん、この前言ったけど、ちゃんと保存すれば16日行けましたよって言えますもんね、うん。まあ、これどんぶりそうまいもんな。うわ、やばいっすね。なあ、やばいっすね。あ、マジうまいわ。うん、うまい、これうまいっすわ。あの悪さが、うん、ノルウェーサーモンの悪さがなんか切り取られてますね。ノルウェーサーモンもきちんとこうやって処理したら絶対おいしい。そういうことか、うん。残念。だからいかに最初の処理が大切かっていうのがようわかるわね。岩永マス美味しいわ。ポン酢で食べてもらった方がいいな。ポン酢。箸止まらんすね、ほんと。最後ポン酢と甘い
醤油合うな。合いますね。でもマジでこれ合うよ、めっちゃ最高。合う、だしもな、飲めるな。あ、これ飲みます。これ油やで、油、あ、見えへんか、油めっちゃ油やな、うん、当たり前やけどな、油があってもう飲むかい。あ、ほんと、その、うん、サーモンの文化ってこのネトネト文化やから、うん、岩永とか西村サーモン買った人とか、まあ、例えば養殖のマスを血抜きして、中継の血抜きしてくれてる人おるんやわ、はい、やっぱあの兵庫に阿部ちゃんとかおるんやけど、阿部ちゃんとかも出してるんやわな、あのスプレスとかにな、うん、でそれとかもやっぱちゃんと処理してるからもう全然普通に伸びるから、10日とか普通に伸ばしてるからや、はいはい、まあ、そのぐらいまで普通に伸ばして食べた方が絶対美味しいよね。もう10日で早かったな。早かったっす ね今日、今でちょうどいいぐらいで、うん、多分20日でも良かったな。いけましたね、全然いけるでしょ、ね、寿司ネタとかめっちゃ美味しかったな、最高、うん、そういうことで、あの岩永松は何もせんでも水の中につけていれば16日間持ちます、うん、やばいっすね、この事実は事実は料理人さんリスクないっすよね、本当、うん、本当使い切るでしょ、うん、使い切る。だって1本 1.5 から2キロやんか、はい、それを例えば15日かけて使えって言ったら使えることないから、まあ、10日から使ったとしても、まあ、20日まで伸ばしたとして10日間あるやん、はい、全然いきます、ね、まあ、だから刺身で食わんでいいわけやからね、うん、焼いてもいいわけやし、うん、多分焼いたらもっと焼いても美味しいし、うん、だから西京焼きとかすれば、最近はユーマンとかユーさんとか食べたけどめっちゃうまかったもんね、うん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 、そういう感じ、うん、っていう感じで食べてください。最高でした、お疲れ様でした。ありがとうございました。